<laughs> ペルーのシャーマンのビジョンで結婚について見ましたか結婚については残念ながらビジョンは見てません、はい、結婚については全く全く見ることができませんでしたね、はい、結婚ってやっぱいろいろ調べてるとリスクが結構あるなと思っててリスクがあるなと思っててそれこそね麻生先生が言ってたんですよ麻生先生が言ったんですけど麻生先生はまあ離婚してるんですけど離婚するときに財産をすごく取られたと はい、でこれなんでかっていうと、僕も結婚したことないから、まあ、詳しく分かってなかったんですけど、勉強したら、財産分与っていう制度があるらしいんですよ、日本には。日本には,本には財産分与っていう制度があるらしいんですよ。はい、で、あのーえー、と結離婚するときに、結婚して離婚する時に、えー、ときに、財産の半分を相手方に分けないといけないっていうルールがあるらしくて、でしかもそれが無税らしいんですよね。 えー、もらった方奥さんの方は、えー、税金がかからなくてあ財産を普通にも半分もらえる、麻生先生の場合も相当財産あると思うんでじゃ仮に100億財産あったとしたら50億払わないといけない、すごくないですか、すごいっすよね、でそんなことあるんだと思って、で結構なんか麻生先生払ったみたいで、はいあのー、結婚は気をつけた方がいいよって言ってましたね。はい、でも僕は残念ながら 僕は結婚のまだ予定はないので、はい、まだ結婚の予定はないんで残念ながら誰かいないですかね、はい、とは思ってますはいで、はい、結婚したいかしたくないかに関しては僕ねすごく結婚したいんですよはい結婚したいんですけどやっぱ相手がいないんですよね、はい、相手がいなくてもね33歳になるんでそろそろ結婚しないとやばいかなと思うんですけど未だにこう運命の出会いが、えー、ございません さらには、えーまあ、僕のね人生プランだったら、えー、もう30前半でも子供ができてるはずだったんですよねそれかもう30までに沈くかどっちかだって考えてたんですけどやっぱ人生の設計図っていうかなんだろうロードマップってうまくいかないですよねうまくいかないねマジでこんなはずじゃなかったんだけどなでなんかもうぶっちゃけ言うと インフルエンサーになったり YouTube やって有名になったりすると結婚相手げ次出てくるのかなと僕思ってたんですよ。これ皆さん思いません例えばなんか有名人はモテるとかインフルエンサーモテるとか言うじゃないですか。まあ確かにモテるはモテるんですけどなんかすごい、えー、それですごい最高の女性と結婚できるのかなとずっと思ってたんですけどあんまりですね、まあんまりっていうか全く関係ないですね。うん、むしろなんかなんだろうなむしろ なんだろうななちちゃゃんんんとと向向きき合合っっっっててくくれれるる女女性性がががが減減たた気気ししまますすね、はい、なんでかっていうとやっぱりちょっと敗因があってよくなんかこう配信とかで酔っ払ってそのなんか女性のことを話すじゃないですかちょっとそういうね、うん、なんかこう複数でどうかとかなんか言うじゃないですかああいうのが切り抜きになったりしてて例えばすごくじゃあたまにねめったにないけどたまにいい感じの関係になったとするじゃないですか。 じゃあお付き合いしようかなみたいな話になりそうになった時にやっぱ相手も調べるんですよ今までは、ね、ちょっと青白おじって検索したぐらいで断片的な情報しか知らなかった人がじゃあいざお付き合いしようかなってなった時にやっぱ結構調べてくるんですよね女性関係のこととかそうすると結構 SEO で上の方になんか切り抜きさんのちょっとよくない切り抜きが流れてるんでですねあのあこういう人だったんだみたいな。 え知らなかったみたいなことを結構言われてですね、視点がなくなることがあるんで、まあ、自らデジタルタトゥーを僕はけず入れていくスタイルなんで、自らデジタルタトゥーを刻んだ結果、なかなか受け止めてくれる人がいないなっていうのが正直なところです。坊、は、次、い、結婚してるのに、坊次、結婚してないよ、これしてない。独身ですよ、一回もしたことないですよ。で、坊次、結婚したいとか言ってるのに、4P とかしてて、それで結婚できると思いますか まあそれに関してはあのきちんとお詫び申し上げないといけないのが、あのーまあ、過去のことですからね、うんまあ、でもやっぱり自分の,その体にそういう過去が刻まれてるっていうのは深く、えー、深く本当に重々承知の上で生きていかないといけないと思うし、まあ、それがインターネットの切り抜きという文化で多くの人に知られることになり もし、今を結婚したいなっていう女性ができても、もしかしたらお母さんとかがね、それを見て、もしかしたらね、まあ、できなくなるかもしれないなと思ってますけど、そもそも相手もいないんで、開きなってますね、そこはね、うんまあ、夜の遊戯会は、すみません、ちょっと、あのー、まあ、まあ、許してもらえないですか。はい 待って待って待って、天ンチムと結婚するんですか待てンチムと結婚するってなってるんですか今僕。天ンチムと結婚するってなってるんですか今。すいません。天ンチムと結婚するはないでしょさすがに。天ンチムと結婚はないですね。そんなふうにニュースになってるんですか日本は。すごいね。えー、うん、まあ、結婚ね。結婚したいですけど、できるんかな俺ね。うん、結婚できなそうだね。 逆に結婚相手をガーシーさんにアテンドしてもらいたかったっすね。はい、キララさんと結婚しますかいや、キララさんと結婚しないでしょ。キララさん、結婚したくないでしょ、僕と、はい。そういう関係じゃないんで、多分しないです。 海外に移住して僕はもう一回大きなビジネスをやるっていうのはすごくいいかなと思ってるんですけど、えー、とただね一個課題があるんですよ正直課題があって何かっていうと結婚相手なんですよね今僕にないものってお金とか発信力とかいろ、えー、んなまあその会社組織とかいろんなものを持ってますけど結婚相手だけが足りないんですよいつもこのいつの時代も,もいつの時代も本当に足りないんですよいないんですよ。 だから日本で誰か結婚相手を見つけて一緒に海外に行かないと海外中できないってことにやっと気づいたんですよ向こうで知り合うのは結構難易度高いってことに気づいたんですよでもできないんだよなんでだと思ういや教えてほしいんだよ本当になんでっていやでも本当におかげさまで僕もなんとか復活できたんですけどまだ足りないのがあってです、ね、僕まだ独身なんですよででも32になったんですけど 結婚相手がいないんですけどどうやったら結婚できますかねどうやったら結婚できますかねそれがまずおかしいその言葉がどうしたら結婚できますかねじゃなくって人を愛すという、はい、あのー、間違いでもいいから、はい、心をかける女性に、ね、ああ、そ間違いが起きないんですよねちょっと日遊びぐらいで終わっちゃうんですよあ、あ <laughs> えー、待って、えー、今、何時かね、か日遊び、何回もしたらいいじゃない。そうですね、だから、日遊び、してます。えー、えー。はい、燃えないです、そこから。ああ、もうね、心を失っちゃっている。今後 <laughs>、えー、ね。<laughs>